06エリアリミテッドの事故で折れてしまったんですが、修理できますか？06できない。もう11年前ですよね。製造中止してから5年間は在庫保有しなくちゃいけないんですが、それから5年以上経ってしまいますと、もう修理できるパーツがあったとしても破棄しちゃうんですよ。そうじゃないと大変なことになっちゃうのが、もう膨大な要するに在庫料ということで税金取られちゃうんですね。はい、アンタレス修理に1万円を出しました。完璧に帰ってきたんですが、重いルアーを投げるとすごい音がしました。村さん、言ってたことを思い出し、糸を全部出してスプールを見てみると、セラファンテープが貼ってありました。なぜシマノみたいないい釣り具屋が、テープ貼ってしまうのに、シマノが貼ったの？アンタレスを周囲に出して、で、この間もそれ言ったばっかしなんですけど、ありえないね。何をやったんだ。それもしかして P 巻いてた？ P 巻いてて、P がスリップしてて、なんだこれスリップしてんじゃんって、いや適当にって言ってテープ貼っちゃったのかもしれない。貼ったやつはクソですね。シマノはリールオーバーホールを全て大阪の本社でやってませんよ。別会社がいます。このダイワさんも一緒ですね。オーバーホールをお願いしたいんですが、シマノと委託責任センターどちらに出してる、商品もありますよ。うちの鶴ちゃんのオーバーホールは超親切丁寧で、今飯中です。折れたロットを修理する方法、もう基本的には保証書を使って交換する。折れたやつをですね、またつないでやるっていうのはありますが、元のようには治りません。はい、見た目がそういうふうに見えてるだけでっていう。竿がこう出ててね、外側に。で、パワーウィンドウでウィーン、パキッ、どうしたの？ああって言ったら、ティップが3本折れてた。竿がちょっと出てたのよ。パワーウィンドウ強いからね。いかにどんなに強くしてもパワーウィンドウのが強い。指折れちゃうのつらいね。強いからね。切り抜き動画見た皆さん、こちらの方ですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。